はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はですね、セリアの方で購入品があるので、ちょっとね、紹介したいなと思います。まずは、こちらですね。はい。英語の、メダル収納ポケットリフィールということで、ちょっとね、こちらを買ってきてみました。二つなんですけど、一応メダルを入れる予定で買ってきたんですけど、まあ、もし息子とか娘が使わなければ、なんかちょっと、一つずつ入れられる、なんかポケットに、プリパラ関連とかでも使えるのかなと思ったので、ちょっとね、買ってきてみました。はい。ということで、こちらがまず一つですね。すいません。で、続いてがこちらですね。はい。A4 のトレーディングカードリフィール12枚入りですね。こちらは結構、うちは、リピート買いをしていますね。はい。こちらは、補充用で買ってきました。で、続いてが、ちょっと息子のなんですけど、ノートを買ってきました。国語。ちょっとね、12マスか15マスか分かんなかったんで、ちょっととりあえず両方と思って、買ってきてしまいました。まあ、あと漢字練習ですね。本当は80字なんですけど、なくて、まあ、多ければいいかなと思って、はい。とりあえずね、3冊ちょっと買ってきました。今朝、急にノートが終わったとか言って、朝言うなよっていう感じだったんですけど、ちょっととりあえず1年生の時に使ってたノートも今日は持ってってもらったので、ちょっとね、これを買ってきました。で、次がこちらですね。はい。ミニ軽量カップですね。はい。こちらを買ってきました。私、ちょっと料理はね、実はあんまり得意ではないんですけど、ちょっといろいろ、こちらはまあ、料理以外にもちょっと使えたりするので買ってきましたね。で、次がこちらですね。綿棒。スパイラル、ホワイト、白綿棒ですね。ホワイトということで、まあ、ミニちゃんの柄で、まあ、こちらは、はい、子供の、まあ、ちょっと簡単な耳掃除と、あとこちらは全然、使えるなと思ったので、買ってきましたね。ケースもちょっとなかなか可愛いので、いいなと思っています。で、続いてこちらですね。キースタンドで、ディズニー柄のになるんですけど、こちらちょっとね、作ったアクセサリーとか、レジンのキーホルダーとかちょっと飾っておこうかなと思って買ってきましたね。は、こちら子供の消しゴム。すぐなくすんですよね。うちの子。何なんでしょう、本当に。消しゴム、もう毎月毎月リピート買いしてますね。完全に。で、今回メインで買ってきたのがこちらですね。ちょっと映らないな。こちらです。はい。収納箱蓋付きということで、自分で、組み立てて使うんですけど、この YouTube とかを撮り始めて、だいぶ友近交換とか撮れとかでお手紙をいただきまして、で、ちょっと保管場所を、だいぶね、いっぱいいただいて、ちょっとね、捨てるにも捨てられないですし、ちょっと保管場所を考えていて、ちょっとね、いい大きさの保管箱っていうんですかね、収納箱がなかったので、ちょっと今回これを買ってきました。ちょっとね、いい感じに入りそうなのでね、さあ、組み立ててね、すぐ。お手紙入れたいなと思っています。ということでですね。はい。今回はですね、セリアでの購入品を、簡単になんですけども、ご紹介させていただきました。はい。ちょっと今バタバタしてて、なかなか、ちょっと UV レジン制作とか、ちょっとスイーツデコとかも全然できてないんですけど、まあ、11月の後半になれば、ちょっと作れるかなと思ってるので、またその時には追加購入でね、材料とか買っていきたいなと思っていますので、その時はまたね、ご紹介したいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。